皆さん美味しいですかね。経験者なんですよね。はい、小規模多機能に3年いました。お腹さいますね。大型介護施設に転職した大森圭、戸惑いながらも奮闘する毎日。小規模か、うちじゃ未経験者と変わらんだろうが、まあ人手不足じゃ仕方がないな。大森くん、解除のスピードが遅いわよ。男が風呂に入れるなんてありえないだろ。あの旦那さんめちゃくちゃ怖いですよね。美恵子さんは大森くん担当してもらいます。え、ある日認知症の老婦人美恵子が入所。母は認知症で何にも分かんないのよ。認知症になっても愛情とか感情とか大切なものは絶対に消えませんから。理想を並べるのは結構だが現実を考えろ。やってみなきゃ分からないじゃないですか。できない理由を探すんじゃなくてできる方法を考えましょうよ。もう一度ちゃんと照れずに誓うから、きっとこの先もその果てまでも僕はずっと君に恋してる。どんな時もどんな君でも僕はずっと君に。母さんとの約束を最後に果たしてあげたい。ケアニン、心に咲く花。